銅鐸銅鐸は、弥生時代に製造された釣り金型の製銅器である。紀元前2世紀から2世紀の約400年間にわたって製作、使用された。語源となった、は古代中国において用いられた柄付きの製銅器の楽器である。卓は柄を持ちもう一方の手に持った、抱きで卓を打ち鳴らして、音を出していた。 銅卓は銅製で卓のような形をしているので、銅卓と名付けられたが、銅卓のように吊るして使用されるものは本来は金と呼ばれる。そもそも楽器であったかは定かではない。銅卓の名称が初めて用いられたのは8世紀に編纂された俗日本記においてである。和道6年、713年に大和国、宇田軍において見つかった銅卓が献上されたと記されている。 他の記録でも銅鐸の名称が見られる。12世紀の不装略期や14世紀の石山寺演技など、以後の記録では、宝着と呼ばれた。これまでに出土した銅鐸は、全国で約500個である。文化庁による、平成13年、2001年3月末時点での、主な出土数は、以下の通りである。絵を描いた銅鐸は、約13%である。 1997年2月、現在、大きさは12センチから1メートルを超すものまである。1世紀頃には高さが60センチに達し、その後さらに大型化が進み、2世紀には1メートルを超え、最終的には134センチに達する。しかし、その直後鋳造が病んでいる。現存する最大のものは、滋賀県安市安町大岩山1881年。 湿度1号銅鐸で高さ144センチ、重量45キログラムに達する。近畿地方で生産されたものは表面に必ず文様が付けられている。文様で一番多いのが、けさ出すき紋で、縦の文様体と横の文様体とを交差させている。その前は流水分であった。最古級の銅鐸は縦文様体と、 横紋用体を持つ四区計沙汰式門で飾っている。また、吊り下げる柱の断面型が、騎士型となっている、愛式、両冠柱式、両冠柱式。しかし、大阪府茨城市の東奈良遺跡から出土した、小銅卓の中の,の断面型は円形である。その後、通式、外縁付き宙式、スリー式、扁平柱式、方式、突線柱式と変遷する。 その後、拓自身が大型化し、表面に飾りが加わる。このように銅鐸は、紐の形態が変化するとともに、銅鐸全体が大型化して、吊り下げて鳴らす楽器から、据え付ける再器に変化したことがわかる。紀元前2世紀後半頃40センチを超す、大型銅鐸が現れ、流水分が採用されている。この模様は、紀元前1世紀頃に衰退する。 当時の家屋など、弥生時代の修族の様子を描いた原始的な絵画が、出されていもの、絵画銅卓もある。殿下が剣出土銅卓に関して、その絵の意味は、生きとし生けるもの、すべて己の生きんがためには、弱者の生を奪うことも避けがたく、我ら人も、また、鹿を借りの死を、追う生活に長い月日を送ってきたが、今濃厚の豪を教えられてより、年々の実りは豊かに倉に満ち。 明日の食を売れ売ることもなきに至った。いざ、我が祖神の恩託を称えようではないかと解釈し、農耕により、弱肉強食の時代が終わったことを感謝する、農耕参加説が定説である。2015年に、兵庫県南アージ市で発見された、松穂大卓、紀元前4世紀前2世紀前半頃と推定は、入れ子状になっていた二組、四校、CT スキャンで調査した結果、 その全てに、舌が残されていた。その後の調査で、舌に残った紐の一部が実際に確認され、中からは紐を巻きつけたことを示す、線異変や痕跡が見つかっている。この銅鐸は聖堂に含まれる鉛の分析の結果、朝鮮半島で出土する銅鐸と同じ材料で作られていたことが分かった。中国チャンス数章無釈詩にある、 春秋戦国時代、紀元前770度221年の地方国家、古史の貴族母、紀元前470年頃から、日本の弥生時代の銅卓に、形が似た原始的な時期の卓が出土している。日本の銅卓は、中国大陸を起源とする鈴が、朝鮮半島から伝わり独自に発展したというのが、定説だが、発掘調査を担当した南京博物院高校。 研究所の長所長は、卓が中国南部の古史から日本に直接伝わった可能性があると指摘している。一世紀末頃を境にして急に大型化する方式、突然紐式。この大型化した銅卓には、近畿式と三円式の二種がある。近畿式は大和、河内、摂津で生産され、三円式は農美平野で生産されたものであろうと推定されている。 近畿式は近畿一帯を中心として、東は東遠海、西は四国東半、北は三陰地方に、三園式は東は品野、遠海、西は農林平野を一応の限界とし、例外的に伊勢湾東部、琵琶湖東岸、京都府北部の非海岸にそれぞれ分布する。それぞれの銅鐸は二世紀代に盛んに作られた。二世紀伐用になると、 近畿式のみとなる。銅鐸はさらに大型化するが、三世紀になると突然、作られなくなる。銅鐸が発見された記録は、不創略記の展示天皇七年、六百六十八年、大御国志賀軍に宋福寺を建立するのに際して発見された記述が、最古であろうという。ただし、展示器の記事を詳細に記している、はずの記機は、この出来事について、全く触れていない。 俗に本記には、和道六年、713年、山和右派教の人が長岡屋において発見した記事があり、日本記略には、公認12年、821年、張間国で掘り出され、愛空を唐卓と呼ばれたとある。なお、古事記の国海には、小戸島の別名として、大宅姫が登場する。見た目が、卓に見えるので楽器のように思うが、現在のところ用途は、 未だ定かではない。出度状況や表面に残された痕跡などから、使用方法は、ある程度推測されている。銅鐸はその形状ゆえ、初期の小型のものは、中の内側に紐などを通して吊るし、前上面に開けられた穴から木や、石、数の性の、舌を垂らして、胴体部分か、あるいは、絶そのものを揺らし、内部で、胴体部分の内面突体と接触させることで、 鳴らされたと考えられる、西洋の鐘と同じ。これは、中の株及び側面に、紐で長期間吊るされたことによる、吊れと考えられる痕跡や、内面突体に舌が当たったためにできたと思われる、へこみの形での損傷が確認される銅卓がある、ためである。逆に盆章のような、胴体部の外面を叩くことでできたと考えられる、痕跡のあるものは、出土例がない。なお、 銅鐸を鳴らす段階にあってはこの内面突体の真滅を軽減するため、この内面突体を2本に増やしたものが銅鐸の発達とともに増えていく。2015年6月に淡路島で発見された銅鐸4個から音を鳴らすための制動性の絶イコールフリコが発見されたことを県教育委員会が発表した。翌年2016年1月に発見された。 や生前期末から中期初頭の銅鐸7個の全てに、下とそれを吊るすためと思われる紐の存在が確認され、銅鐸は吊り下げて使用されていたと推測されるようになった。一世期末頃には大型化が進み、中が薄手の装飾的なものへの変化が見られることから、銅鐸の利用法が音を出して、聞く目的から地面火砕殿の床に置かれて、 見せる目的へと変化したとするが指示を集めている。これは、聞く銅鐸から見る銅鐸への展開と呼ばれ、田中卓、中、切れ替え部に耳がつくことが多くなる。また、すでに鳴らすことを放棄した設計であるにもかかわらず、長期間、鳴らす銅鐸の延命の工夫であるはずの内面突体が増加、見栄化されたものもある。これは、通常目に触れることのない内面にまで、 装飾の手が伸びた、もしくは、鳴らすためとは別の目的があった可能性が、考えられる。舞の状況については村を外れた丘陵の麓、あるいは、頂上の少し下からの湿度が大部分であり、深さ数十センチメートルの比較的浅い穴を掘って、横たいたものが多い、逆さまに埋められたものも2レール。1、2個湿度する場合が多いが、十数個同時に湿度した例も5、6ある。 あまり注目されることがないが、頂上からの湿度がない。ことは、銅鐸の用途や、進行的位置を考える上で重要と考えられる。松穂銅鐸のように、海岸砂丘部に埋納されていたと推定される、珍しい例もある。土器や石器と違い、住居跡からの湿度は、ほとんどなく、また銅剣や銅穂など他の銅製品と異なり、墓からの副葬品としての湿度例は一度もないため、 分球母の集合部からの出土は一例ある。個人の持ち物ではなく、村落共同体全体の所有物であったとされている。なお、埋納時期は、紀元前後と2世紀頃に集中している。銅鐸を埋納したことの理由については、以下のように諸説ある。銅鐸はしばしば破壊された状態で発見される。例えば、 兵庫県豊岡市の北谷銅卓は5から10センチメートル前後に砕かれた状態で発見された。奈良県桜井市の脇本遺跡からは銅卓の破片の他に銅卓とは違う岩型などがまとまって出土し銅卓兵を溶かし鏡や矢尻などの制動器に作り変えた可能性が寺沢るにより指摘されいる。また銅卓は発見後に破壊される例もある。 例えば、四区けさたス鬼門に、絵画の出された、谷文潮急造銅卓は、表裏八区画のうち、片面上段の左右に区画が欠損している。これは、江戸時代に画期として、銅卓を使うことが、通人の間で流行したことによると考えられ、同様にして発見後に破壊されるケースは、容器に転用したり釣り手を切断したもの、身を切断したものなど、 その犠牲になったものは二十例ほどになるという。しかし、遺跡ごとに用途、保管方法や埋納の事情は異なっていたと考えられるため、すべての銅卓を一律に論じることは危険である。かつては遺跡が発掘されること自体が少なく、青銅器の出土量も少なかったため、銅保は主に北九州周辺、銅卓は近畿から、 東海地方にかけての地域で出土するという偏りがあった。そしてこの偏りが絶対であったうちは、中京異性の列島を2分する、道卓文化圏と、道保古文化圏の存在によるものであると捉えられ、家庭としてではなく真剣に論じられていた時代があった。さらに、中国地方を道県文化圏として、これを加え、3つの文化圏が対立し合っていたとする説もあった。 しかし、発掘される遺跡の増加に伴い当然のことながら、青銅器の出土例も増え、銅卓文化圏の地域で、銅保や銅剣が、銅保文化圏内で銅卓が出土するといったことが多くなった。特に、佐賀県の吉野ヶ里遺跡からは、銅卓の鋳型と銅卓が出土した。また出土した銅卓が、島根県の福田型銅卓と告示しており、同じ鋳型で、 吉野狩で生産された銅鐸が島根県まで移出された可能性がくなった。さらに、福岡県、大分県などでも多数の銅鐸や伊賀田が出土している。このため、銅鐸文化圏と銅歩護文化圏という言葉は論じられることがなくなり、小学校の教科書からも記述が削除されている。一方、三和野氏や鴨ノ氏などの地義系士族との関連は、以前より指摘されており、 湿度分布が、島根県、大国出身など、出雲神話の舞台、兵庫県、張間国府道沖など、出雲系神話の舞台、徳島県、天八元津彦命の公営が定住、高知県、天八元津彦命の公営が定住、奈良県、ことしろ主人など三輪市の本拠、滋賀県、和西いっぱいあ市の本拠、長野県、竹見中田人の公営が定住であるように、 三和の死刑部族とモノノベ主系部族の政治連合体において象徴的に用いられたとする説もある。これらは人務統制の影響によって崩壊し、機内の中心地域から弥生時代後期に銅卓が消えたとされる。印は国宝、他は重要文化財。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。